はい、フレーザースイートの部屋、3ベッドルームをこれからご紹介します。はい、フレーザースイートは1フロアに10部屋あるんですよね。1ベッドルーム、2ベッドルーム、3ベッドルーム。はい、1ベッドルームは50平米、2ベッドルームは108平米、3ベッドルームは2タイプあって、125平米と154平米かな。はい、この2タイプがあります。はい、で今日ご覧いただくのは、1フロアに4つある125平米の3ベッドルーム。4タイプあります。125平米の3ベッドが4タイプ4種類ですね、あるので、これからご紹介しますね。この共用部分というのはエアコンがすごく効いてまして、ね、夏は本当に涼しい、はい、あのこういう、まあ、共用部分に囲まれた面した、10の部屋が1フロアにある。そのうちの6部屋が3ベッドルームで、そのうちの4部屋が125平米の3ベッドルームです。それをこれ今からご紹介しますね。じゃあこれからフレーザースイートの3ベッドルーム、お尻が10の部屋をご紹介します。ちょうど向かいの部屋がお尻が01のお部屋ですね。それとあの真向かいの部屋です。3ベッドルーム、はい、カウンターキッチン仕様になっている部屋ですね。はい、ご紹介します。はい、まず、部屋の位置がここです。はい、ここは今たまたま6階なんですけどもね、ワンフロアに10部屋あるうちの、一番こちら側610、お尻が10の部屋ですね。はい、こういうふうになってます。はい、あのこの横がこの辺にこうスワンジュー通りが今走ってますよね。で下にはフィットネスのエリートフィットネスのジムがあるというこの角の部屋になります。はい、じゃあ順番に、取っていきますね。まずあの小さなお子様がいらっしゃるご家庭であれば、やっぱりこうカウンターキッチンっていうのが望まれるんですよね。やっぱりあのお子様が、走り回っているところをちゃんとこう見ながら、調理ができるっていうこの、タイプがやはりあの求められるケースは多いですよね。はい、順番に見ていきます。まあ、あの黒い天板のダイニングテーブルがあって、大きな姿見 L 字型のソファーで、テレビもね、こう大型に、リノベートされてます。はい。で、四方にあるスピーカーシステム。これは、あの、DVD プレイヤーの音を拾ってですね。で、ここでサラウンドで流すと。DVD プレイヤーももちろん標準にはついてます。はい。まず入り口入ってリビングダイニングキッチンがありますね。はい。エレクトラックスの、まあ、大きめの、冷蔵庫。で、まあ、マイクロウェーブがあって、二口のキッチンシンク。まあまあ、大きめ、広めです。はい、細かいあの収納はたくさん上と下にこうありますよね。はい、一番の特徴はやっぱり、まあ、ビルトインのオーブン、まあ、これも当然標準装備ですけど、これガスなんですよね。フレーザーはガスです。はい、プロパンじゃもちろんありません。セントラルのガス、セントラルのガスということは、ずっと熱いお湯が出続けます。だお風呂、バスタブ、後でご紹介しますけども、バスタブのお湯を張るのもずっと肩まで毎日熱いお湯を注ぎ続けることができる。これがここの、まあ、フレーザーの一番の売りの一つですよね。はい。で、これ細かいね、お米、米びつがこうついてあったりとか、まあ、細かい収納がね、こんな風に、たっぷりとあります。はい。まあ、あの、キッチン収納に関しては、やはりそこそこのレベルの方々がやっぱりお住まいになられるので、はい、収納がないなんていうことは絶対に言わせませんよと。はい、こういうのがフレーザーにありましてね。でグラス関係、コップ、カップ類、はい、そういった細々としたもの、パン焼き器からポットから、でお鍋大中小、フライパン、ライスクッカー、全部ついてます。はい、全部標準装備ですね。こういった、お皿類も大小、はい、カップ類もあります。まあ、こういうね、水差しであったりコップであったり、まああのまあリノベートしても、ここはあの標準の何て言いますかね、入居する方を待つばかりという、まあ、セットアップは終了している部屋だと思うんですよね。こういうシルバー関係全部つきますね。はい、キッチン周りのものは一通り全部、かなりあのレアなものまで、あると。はい、熱いものをつかむものとかね。はい、こういったものがまずあります。で玄関口に、あそこに下足箱があって、ちょっと靴を履くときに座る椅子があります。はい、
下足箱はこんな感じ。どうでしょうね、靴をたくさん持ってこられるご家庭がやっぱ多い、奥様たくさん持ってらっしゃる場合はこれじゃ足りないかもしれませんけども、まあ、この周りぐるーっと靴を置けるスペースはありますよね。なんでまあこの辺の空いてるスペースをうまく利用しながら使ってくださいということですね。はい、こんな感じです。こちらがちょうどタイル張り、はい、キッチンとまあ玄関、かまちがなかなかないんでね、ちょっと説明しづらいんですけども、居室、リビングのところからまあフローリングに変わると。でこのフローリングも、まあ、ちょっともう少しねピシッとしたタイプのフローリングにリノベートされてる部屋もありますが、これはまたリノベートされる前のフローリングですかね。はい、まあ125平米の3ベッドルームです。はい、のリビングダイニングキッチン、はい、お尻が10、お尻が10のお部屋ですね。はい、まずここのお部屋のリビングダイニングキッチン行きました。はい、まあ向きをね、まあ、6階で低層階ですからちょっと見晴らしはあんまりないんですけども、下の方に見るとね、こういう、はい、ちょっと庭園があって、ここはまあ一般の方は多分入れないと思います。でその向こうに、エリートフィットネスなんかがこうあります。はい、でその向こうはね、まあ、シェラトンホテル、あとその手前に、包帯太鼓が広がってますよね。ちょっと低層なんでもう少し上に行くともっといい眺めなんですが、今日はちょっと曇ってるんでね、見晴らしは悪いですけど、はい、こちら向きになりますね。はい、じゃあこれで次に居室の方に行きますね。ここの廊下がありまして、ここからまっすぐ3つ部屋が並んでいます。まず一番奥のメインベッドルームから行きますね。まあメインベッドなんでそんな明るいライトはついてはいません。はい、ちょっとつけましょうかね。つくかな、あ、つくな。はい、こんな感じですね。はい、まあまあ大きなベッドが置いてあって、その横にはい、まあ、サニタリースペース、洗面とお手洗いがあります。はい、ここにまあテレビがもう一台、テレビ台がありますよね。でここのいいところはこの洗面があって、こちら側がバスタブです。さっきも言いましたけども、お湯はセントラルなんでずっと熱いお湯が出続きます。お湯タンクが何リットルじゃありません。はい、セントラルヒーティングなんで、あとは洗い場がちゃんとあるんですよね。洗い場があります。ここで洗って、まあ、椅子に座ってゆっくり洗ってから、ゆったりと肩まで熱いお湯に浸かっていただくと。それがこのフレーザーの場合は標準で全部ついてます。でお手洗いはもちろんセパレートですね。セパレートです。はい、こちら側にお手洗いがあります。 TOTO の、お手洗いですね。はい、必ず2つ分かれてます。はい、これが標準仕様ですね。はい、こうなってます。これが、メインベッドルームの、サニタリースペース。あと特徴はこの奥に執務室があるんですよね。ここです。はい、ここ机があって、で後ろにも棚がぴっちりと天井高の、はい、棚がついてます。ここはどんなものが収容できるのかっていうと、まあクローゼットですよね。こんな、はい、感じのクローゼットがあります。はい、上も天袋があって、でここも一緒かな。ここは金庫が、セーフティーボックスがあって、手前が引き出し、はい、こういう引き出しがついてる。はい、でここも同じく、はい、クローゼット、上も天袋、まあ、これはズドンとこう、はい、掘り込んで掘り上げていただくようなスーツケースをもう掘り込んでおくような感じでもいいですし、はい、ここに執務机があります。外の景色をまあ眺めながら、まあ、三重通りですね、三重通りが目の前に見えてますが、見ながらここで仕事をしていただくと。はい、コンセント類もしっかりあって、LANケーブルの口もちゃんとついてますね。はい、こんな感じです。はい、メインベッドルームですね。はい、こんな感じです。はい、まあ上の電気はね、そんなに明るくする必要はベッドルームなんでないと思うので、はい、まあサイドキャビネットにある読書灯、この辺の電気だけにしてます。テレビはつきます。はい、あとサブベッドルーム2つありますね。はい、手前と奥とあります。はい、横の部屋に行きましょうかね。はい、やや小さめの、はい、ベッドがあって、収納同じく天井高の収納がびっしりとあります。まあ中身に関しては、
どうかな、こんな感じ。ちょっと開けときますね。どんな感じか。はい、やっぱり収納をたくさんあの荷物を持ってこられる方が多いので、どれぐらい入るかっていうのがね、はい、下にあの4段2段の4つの引き出しがあって、クローゼット、その横も同じくクローゼット、はい、でその下にはちょっと棚があって、上も同じく、まあこれは何だろうな、上に来てるものは、これはもうほんと奥行きのある、ズドーンと奥行きのある、はい、高い収納スペース、結構高さもありますよね、はい、っていうのがここに来てます。はい、こんな感じですよね。フレーザーの、サブベッドルームについている収納ですね、はい、で反対側には Wi-Fi のモデムがあって、で机があって棚があります。はい、こういうこもごましたね棚がたくさんこうついてるのが助かりますよね、はい、でこちらももちろん、扉、窓がついてて開け閉め開閉はできます。はい、こんな感じですね。はい、どうでしょうか。エアコンはもちろんビルトインです。壁掛け型じゃありません。ビルトインで、手前のここでコントローラー、各部屋必ずコントローラーがついてます。どの部屋も必ずコントローラーがついてるので、各部屋ごとに温度の調整ができると、まあ当たり前ですね。はい、あともう一つは、お子様がやっぱりスリーベッドなんで、小さなお子様がいらっしゃることを想定してツインにします。はい、まあ、ただこれツインいらないよっていう場合は、真ん中のキャビネットを抜いて、でこれくっつけることもできます。もちろんくっつけて1枚 のシーツでかぶせたら、まあ、結構横広の広い、はい、ベッドに変わりますよね。そういう、まあ、組み替えはいくらでもできる、できます。はい、サイドキャビネットを、ね、片方のどっちかの端に置けばできますよね。で必ずあるのはこういう執務机と棚、はい、が必ずあります。エアコンはもちろんビルトインで、この部屋、あと同じくクローゼット、はい、天井高の高さのクローゼットがびっしりとあります。はい、これが3つの部屋ですよね。3つの部屋の、まあ、様子です。はい、で、まあ、また今リビングに戻ってきましたけど、リビングに一番近いお手洗いがここですね。はい、こちらです。はい、こちらがグラスシャワーの部屋ですね。グラスシャワーです。はい、まあ近いんでね、リビングに近いんで、ここ、まあ、もちろんお湯はセントラルですから、ずっと熱いお湯は出続けます。ここが洗面、下は引き出し、はい、剥き出しじゃありません。必ずトイレットペーパーとかね、いろんな目にあんまり触れてほしくないようなものをここに収納しておいておくということはできます。で、鏡があって、こちらがお手洗いですね。はい、お手洗いです。とうとうの、お手洗いがあります。はい、必ずお手洗いと洗い場というのはセパレートにしているっていうのがフレーザーの思想ですね。はい、であとここですね。ここは何かというと、よいしょ、洗濯機と乾燥機がこう組み上がってます。はい、ちょっとここはね、洗濯 のスペースなんですよね。はい、でまあ干すことはあるかな、他の方々どうしてるかちょっと分かりませんけども、まあそんなあんまここで干すことはないんですけども、はい、ちょっと外の部分ですかね、吹き抜けになってて、はい、こんなスペースがフレーザーにあったのかと思うんですけども、はい、こういうスペースが必ず部屋に洗濯機と乾燥機がセパレートであると思っていただければ結構です。はい、7.5キロ分ですね。はい、もちろん修理等ですね、故障があれば即対応します。即対応ですね。はい、で、まあ、物干しがこうあって室内干しになるかな。はい、でバスタオルとかこういったものはハウスキーピング、まあ、ほぼ毎日入りますから、ハウスキーパーさんが毎回変えてくれます。はい、どうでしょうかね。これがカウンタータイプのフレーザーのスリーベッドルームです。はい、お家賃等ですね、インクルードサービスも含めてホームページの方を見てください。はい、まあ、税金と管理費はもちろん入って4000ドルは超えてきますけども、弊社経由の、フレーザー特別価格というものがありますので、それは弊社の方にお問い合わせをいただければ、ご提示することはできます。はい、カウンタータイプの、フレーザー125平米の3ベッドルームのお部屋の、ご案内です。